ミゲル・アンヘル・ロティーナ・ウォレチェバリアは、スペイン・ビスカヤ県、メニャカ出身のサッカー選手、指導者。選手時代のポジションはフォワード。指導者としては、守備を重んじる堅実なサッカーを展開するのが特徴。CD ・カステリオンなどで1988年まで現役としてプレーした。ペナルティエリア内での競り合いを恐れない、勇猛果敢なストライカーであった。 プロとしてのキャリアをスタートした CD ログロニエスでは、ファンから愛された人気選手であり、所属期間中1987年にはプリメーラ・ディビジオンに昇格。だが皮肉にもスペイン最高のカテゴリーに到達した時には、すでにピークを過ぎており、出場機会が皆無だった。1957年、ビスカヤ県メニャカで8人兄弟の末っ子として生まれる。 地元のアスレティックビルバウのファンも自覚していたが、その下部組織に入団することはなかった。最初に所属したクラブは、ビスカヤ県の地域リーグの CD ムンギアだった。CD ムンギアのホームタウンは記事、ムニャカから5キロほどしか離れていない。1977年の夏には、近隣の SD ゲルニカへ移籍。ここで、ロティーナは、テルセーラディビシオンの公式戦に初出場した。 当時21歳。1978年にはさらに格上への CD、ログロニエスへとステップアップ遺跡に成功。時折しもログロニエスは、セグンダディビシオン B 昇格を成し遂げたばかりであった。このクラブに、ロティーナは延べ8シーズン在籍し、個人2度目のプリメーラディビシオン昇格など、現役時代の最も充実した日々を過ごすこととなる。 ログロニエス遺跡後の1978から79から1980から81シーズンまで、ロティーナは3期連続で、チーム内得点王の座に輝くなど中心選手として、活躍、クラブのセグンダ B 注意定着に大きく貢献。1981年の夏、プリメーラ昇格を決めた CD、カステジョンが、攻撃陣補強のため、 セグンダリディビジオンで目を見張る活躍をしていたロティーナの獲得を決めた。ログロニエスに支払われた遺跡金は名目で約500万ペセタであった。当時26歳となっていたロティーナは1981年10月11日の第5節敵地でのレアルラシンクルブでサンタンデール戦で一部デビューを飾った。1982年1月3日に行われた UD ラスパルマス戦では敵地でドブレテを決め3から1の勝利に貢献した。このシーズンでは主にシャドーストライカーの位置で起用されることが多かった。21試合出場3得点、内ち先発17試合。しかしチームは序盤から降格圏に沈み、シーズンを通してわずか3勝しか上げられないなど極度に低迷し、再開で降格してしまう。 翌1982から83シーズンもロティーナはカステジョンでプレーしたが、9試合出場無得点とパフォーマンスが悪化した上、チームも昇格争いどころか、セグンダビー広角がちらつくほど低迷した。こうした状況下、1983から84シーズン開幕前にロティーナは放出対象となり、 未だセグンダ B 所属であったフルスの CD ログロニエス、復帰が決定した。ログローニョの町へ戻ってきたロティーナはここで2期、連続チーム得点王になるなど、王子の得点感覚を取り戻しチームもセグンダ、昇格を成し遂げた。1984から85シーズンのログロニエスは、いきなり6位へと躍進したものの、翌1985から86シーズンには、 厳しい残留争いを強いられた。ロティーナはファンから非常に人気があり、チームへの貢献度も高い選手であり続けたが、ヘッス・アラングレン監督が就任した1986から87シーズンに、ロティーナは出場機会を大きく減らされ、ベンチはオマー扱いで14試合出場4得点に終わった。一方で、ログロニエス自体は、 クラブ創立以来初めてプリメーラ昇格を達成した。翌1987から88シーズンは、ロティーナ自身二度目のプリメーラ挑戦となったが、アラン・グレン監督は、さらに彼を欲し続け、出場ゼロという無残な成績に終わった。1988年6月に31歳を迎えようとしていたロティーナは、このシーズン限りでの現役引退を決意した。ちなみに、 アラングレンは、ロティーナと同じビスカヤ生まれのバスク人であり、アスレティックビルバオ一筋13年間プレーした、ディフェンダーであった。1991から92シーズン途中から、ビルバオの監督も務めている。現役引退後そのまま所属していたログロニエスの、下部組織で指導者としてのキャリアをスタートさせて、その後弱小クラブの監督を複数務めた。 CD ログロニエスの育成部門のいくつかのカテゴリーで指導を経験した後、二軍相当の参加クラブ、ログロニエスプロメサスの監督となる。ここで、ロティーナは1990年から1993年にかけて、好成績を残し、テルセーラからセグンダビーへ昇格。指導者として評価を高めた。同時期、トップチームのダビビダル監督の解任に伴い暫定。 監督に就任。1992から93シーズンのプリメーラ、リビシオン第13節の見識を取り、公認のカルロス・アイマール監督へのつなぎを務めた。その後、ログロニエスは15位で残留を決めた。1993年、ロティーナは、選手、指導者として、長年在籍した CD、ログロニエスを離れ、同じラリオハ州の当時まだセグンダビー所属の、 隠したクラブであった CD ヌマンシアでソリアの監督に就任した。会長就任と同時にロテイナを招聘した投資家、実業家のフランシス・コルビオとその一派はこのカスティーリア・イレオン州の実績と知名度に乏しい小クラブに未曾有の急成長をもたらそうと格索していた。ロテイナに率いられたヌマンシアは1993から94シーズン 1994から95シーズンと連続で、西軍打昇格プレイオフに進出するが、いずれも敗退した。だが1995から96シーズン、ロテイナ監督の名前と、仕事ぶりはメディアを通して、全国的に知られるようになった。リーガでは、プレイオフ出場圏外という期待外れな成績であったが、コパデルレイでは、プリメーラ所属のレアルソシエダ、ラシン・サンタンデール、 スポルティングで基本の格上3クラブを相手に、立て続けにジャイアントキリングを起こし、準々決勝で、ヨハン・クライフ監督が率いる FC バルセロナとの対戦までたどり着く。ソリアでの第一戦は2から2の引き分けと大検討、実質サン部リーグのチームが起こしたこの試合は、今も伝説として残っている。しかし、カンプノーでの第二戦は1から3で敗れ合計、3から5で敗退した。 一方、フルスの CD ログロニエスはこのシーズンにプリメーラ復帰を果たしていた。しかし監督のファンデラモスが FC バルセロナ B 監督就任のオファーを受諾してしまったため、1996から97シーズンに向けた監督の座が空席化した。こうしてロティーナはログロニエスの正式監督としてフルスに、そしてプリメーラの舞台に復帰した。 だが開幕から10試合を終えて勝ち点は10。この時期に喫した4連敗の中には、FC、バルセロナ戦での0の8の大敗、そして因縁あるアスレティックビルバは相手の屈辱的な0から6の大敗という試合もあった。この4連敗を決定打に、クラブはロティーナを早期解任したものの、結局は最下位で再びセグンダ降格という結果に終わった。 1997から98シーズン開幕前にロティーナはセグンダディビシオン所属の CD バダホスの監督に就任することが明らかになった。だが開幕から会に低迷し第16節終了後に解任された。1998から99シーズンには同じくセグンダ所属の CD ヌマンシアの監督に復帰。リーガ3位の成績でロティーナ個人として ヌマンシアとしてもクラブ史上初となるプリメーラ昇格を達成した。1999年に就任した CA オサスナでは監督者年度にチームを一部昇格させると、その後にシーズン一部に残留させた。1994年の降格から6年ぶりにオサスナのプリメーラ復帰を実現し、ロテイナ監督個人としては2年連続でトップカテゴリー昇格を達成した。 翌2000から01シーズンも残留が最優先の目標となったが、最終節にアウェーのエスタデオアノエタでレアルソシエダに0から1と勝利し、辛くもその目標を達成した。ロテイナ個人としては選手、指導者時代を通して初めてのプリメーラ残留であった。翌2001から02シーズンも順位こそ下がったものの17位で2年連続残留を果たした。こちらは、 前年度よりも非常に際どいギリギリの残留であったが、ともあれロティーナは任期3年間においてプリメーラ昇格という当初課せられたノルマを達成することはできた。2002年からはセルタデビンゴの監督に就任。前任者のビクトル・フェルナンデスとは対照的に守備を重んじるロティーナの就任を疑問視する声も多かった中、クラブをリーガー・スパニョーラ4位に導き、 2003から 04UEFA チャンピオンズリーグ予選出場権を獲得。しかしながら CL に出場した2003から04シーズンには CL 本大会ベスト16まで勝ち進むも敗退、さらに国内リーグと欧州カップ戦の両立に選手層が耐えきれずチームは国内で低迷19位でセグンダ降格を喫してしまった。なおロテイナ個人は ガリシアダービー大敗後の批判などで CL 決勝トーナメント前に解任された。2004から05シーズンは RCD s パニオールの監督として終盤までチームに CL 出場権を争わせリーグ戦5位 UEFA カップ出場権獲得と好成績を残した。2005から06シーズンにはコパデルレー優勝へとチームを導いた。だが、 リーグ戦での低迷もありシーズン終了後に辞任した。2006から07シーズン途中の第7節よりレアルソシエダの監督に就任。前任者、ホセマリ・バケーロ監督の実験的メンバー編成で劣悪化していたチーム状態、とりわけ守備をある程度立て直した。就任後の敗戦は全て1点差負け、GK クラウディオ・ブラーボはリーが5位の守備率を記録している。 その一方で攻撃力までは改善できず勝ちきれない、試合が多く、引き分け11試合、勝利数わずか8であった。シーズン初勝利は15節までかかった。チームは低迷し、19位で2部に降格。シーズン終了後に辞任した。2007年6月で50歳となったロティーナは、2007から08シーズンからは、アスレティックビルバオに移った。 ホワキンカッパロスの後任としてデポルティー・ボラ・コリューニャで4年間という長期政権を任せられ指揮を取った。ハビエルイルレタ監督期にリーガ優勝1回、準優勝4回や欧州カップ戦での躍進などを含む黄金時代を謳歌したスーペルデポル、エウロデポルも直近数シーズンは長落傾向にあり、前年度は13位であった。ロティーナはこのクラブを かつてのような競合へ蘇らせることはできなかった。ものの、重度の負債を抱え経営難に苦しむ中で可能な、限り状況を改善することに努力した。その中には、経済的事情に伴う、カンテラ出身選手の積極起用路線などもあり、総計15人のカンテラ育ちが、トップチームデビューを記録した。最初のシーズンは、開幕から中盤戦まで降格圏に、低迷してしまったが、 そこから大きく浮上して9位でシーズンを終えインタートとカップ出場権を得た。この結果はロティーナ自身も満足のいくものであった。夏のインターートとカップをデポルは勝ち抜き UEFA カップ出場権を獲得。財政難の中にあって欧州カップ戦の舞台に戻れたことはクラブにとって貴重なことであった。UEFA カップ2008から09では グループステージで2位となり、決勝トーナメント進出をかけたプレーオフで、デンマークのオールボービー系の前に2戦、合計1から6で負け、敗退した。リーガでは、欧州カップ戦圏内維持を目標に安定した戦いを続け、前年度を上回る7位でフィニッシュしたが、UEFA カップ出場権に手が届かなかった。続く二千九から十シーズンも、序盤十節頃までは、 好調を維持していたが、最終的に10位となり欧州カップ戦出場を逃した。時には5バックを使用するなど、戦力を駆使して残留を続けたが、2010から11シーズンは、深刻な得点力不足に陥って18位に終わりに異部降格となった。ロティーナにとって、デポルでの4年間は、自己最長政権となったが、シーズンを通して会に低迷。 27節で降格圏に転落してからは抜け出せず、最終節ホームでのバレンシア CF 戦での敗北により降格が決定した。シーズン終了後に辞任した。デポルでの任期中は不審の時期も、アウグストセサールレンドイロ会長からの信頼が厚く、シーズン途中に解任されることはなかった。最終的にロティーナは、ハビエルイルレタ、アルセニオイグレシアスに次いで、 デポルの歴史上3番目に多い152試合を指揮した監督となった。2012年3月19日、フアンカルロスガリード監督、フランシスコ・モリーナ監督に次ぐ2011から12、シーズン3人目の指揮官として、広角圏近くに低迷していた、ビジャレアル CF 監督に就任。第28節から指揮を取ったロティーナは、残り試合を3勝5分け3敗と前線した。 最終節のアトレティコマドリード戦では終了間際までグラナダ CF と勝ち点41で並び特失点差で上回っていたがしかし最後に喫した失点で0から1と敗北結局18位でセグンダリビシオン降格となりこの結果セグンダリビシオンに参戦していたビジャレアル CFB もセグンダリビシオン B に自動降格となったこれでロティーナは 途中解任されたシーズンを含め監督として通算6回目の降格を喫し、以後はスペイン国内で監督を務めていない。2013年12月30日、約1年半のフリー状態を経てロティーナはキプロスファーストディビジョンの AC オモニアにコシアのオファーを受け、監督に就任した。国内リーグで結果が出ず12チーム中6位に、 低迷していたチームを短期的に4位まで浮上させるが、最終的に、首位アイルリマソウルと勝ち点15差の5位に終わった。リーグ最終戦では、下位のドクサカトコピアスと、スコアレスドローであった。プレーオフのチャンピオンシップグループは6チーム中5位。UEFA ヨーロッパリーグ2014から15、予選2回戦出場権を得た。2014年の夏、ロキーナは、 カタールスターズリーグのアルシャハニスポーツクラブの監督就任に同意した。だが3ヶ月と公式戦に試合で辞任。その理由はチームの指揮官が自分ではなく別の人物にあるという現場の決定権への不満に対するものであった。なおアルシャハニは同シーズンに2部相当のカタールガスリーグに降格している。2015から16シーズン開幕を控えた7月に ロティーナワサイドアルシャハニ SC の監督に就任、一部復帰を成し遂げ退任した。これは、監督人生通算4度目のトップリーグ、昇格であった。東京ベルディ2016年11月25日、日本の J2 リーグの東京ベルディの監督に就任。ベルディは前年、J2 で22チーム中18位だったが、就任1年目で5位に引き上げた。また、 クラブ初の J1 昇格プレイオフでは、準決勝にてアビスパ福岡に敗戦。就任1年目での J1 昇格はならなかった。2018年シーズンも6位から J1 参入プレイオフに出場し、1回戦で大宮アルデージャに1から0で勝利、2回戦で横浜 FC に1の0で勝利した。しかし決定戦でジュビロ岩田に0から2で敗れ、 J1 に導くことはできず、2018年12月9日に退任することが発表された。12月14日、セレッソ大阪の監督に就任すると発表された。セレッソ大阪2019年、ユン・ジョン・ファン・前監督の組織的な守備をベースに、戦術的緻密さを加えた。失点は、J1 リーグ戦34試合で25とリーグ最小であり、J リーグ歴代2位。 対、セレッソ、大阪市場最小失点だった。1試合平均で約0.74失点、無失点試合は15を数えた。FW は怪我も重なり、全体の得点数としては物足りないシーズンになったが、途中から2トップの一角に、コンバートされた奥の広明も含め、相手のパスコースを限定するポジショニングや、全体をコンパクトに保った中でのプレスのスタート地点として、 11人で行う前から始まる、守備を機能させていた。リーグ戦では、G 大阪に7年ぶりに勝利。18勝5分け11敗の成績で5位となった。2020年、開幕3連勝、リーグ戦アウェージ大阪戦で17年ぶりに勝利。前年はいつもゴールが決まると喜んではいるが、大体隠している。失点した時も怒っているが、 それも出さないようにしていると試合中に感情を表すことはなかったが、当シーズンはゴールが決まると喜びを表現することが増えた。第14節では、藤尾翔太の J1 初ゴールを両手を上げて喜び、ハイタッチをした。第30節では、ジャンプしながら空中で拳を突き上げた。11月27日、来シーズンの契約を更新しないことが発表された。 メディアや現場からは、守備的すぎてつまらないなどとからかわれることもあり、ロティーナ自身もこれを把握していたが、守備が硬いから守備的、ではない。守備の安定が良い攻撃を生む、という哲学を貫いた。それぞれの選手が正しい立ち位置をとって、スペースをうまく使う、ポジション的優位を目指す戦術で、感覚ではなく考えてプレーさせ、セコ歩み夢。 サイドアタッカーの坂本達弘を成長させたほか、キム・ジンヒョン、マテイ・ヨニッチ、松田陸、藤田直行、奥野博明、片山英一、清竹宏次、前年に対談した水沼孝太ら30歳前後の選手のプレーの幅を広げ、力を引き出した。開幕戦から上位をキープし続け、前年を上回る4位で終えた。結果的に2年連続で5位以上の好成績を収め、 ACL 出場権も獲得したが退任となった。在任2年間で、セレッソ大阪市場 J1 で最も高い、平均勝率を記録した。清水エスパルス12月24日、清水エスパルスの監督に就任すると発表された。2021年11月4日、双方合意の上で、清水との契約を解除したと発表された。ありがとうございます。